おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、最近休みの日になるとあんまり寝れない日がすごい続いてるんですよ。なんだろうね、最近もうこれで1ヶ月ぐらいかな、あんま寝れなくて、なんかする意欲っていうのが結構そがれるんですよね。はい。で、この前の休みなんてのはね、本当にもうね、くたくたで、編集すらできなかったっていう感じのレベルなんですよ。はい。で、編集できなくてその日って、だからずっと友人と通話とかしながら、ゲームしてたんです。で、その翌日仕事だったんですよ。まあ、その仕事の日はね、よく寝れて、その後に編集の日がついたんですよ。絶対今日編集しようって。一日編集しないだけでさ、こんなに火つくんだなって。多分あれだね。完全にこれあれだね。もう毒されてるね、俺。いや、皆さん思ったことはないですか、このゲームで。主人公を使うにはやっぱレベルを上げる必要があるじゃないですか。最大限に主人公の力を発揮できるのはレベル99の時なんですよ。はい。まだこちらの賢者レベル50なんですけど、その賢者の悩みを解決するパーティーです。なんかね、偉いことになってますよ。はい、このふざけたパーティーは一体何なのかと言いますと、先ほど言いましたように、主人公の進化が発揮されるのはレベル90代になってからなんですよ、やっぱり。ステータスがね。それまでは一般モンスターとちょっと強いぐらいかな、みたいな、そういうレベルなんですよね。で、そうするとやっぱさ、対戦って難しいじゃないですか。そのまま素の殴り合いしたら負けますよ、普通に。はい。なんですけども、今回のチームのコンセプトを紹介いたしますと、低レベルでも状態異常、このゲームにはね、強力な状態異常があるわけじゃないですか。状態異常を使ってさらにベホイミで回復をし続ければダメージを与えなくても倒せる説検証、はい検証、はいそういうことよ。状態異常にかけまくって相手の言う、ただちょこれ CPU だからな、有機補正が間に合うかどうかわかんねえんだよな。で、ここはやっちゃいます。一旦目はバギバで動きます。バギバムーブ？まずは。そう、相手に一回もダメージを与えずに倒すっていう美学ですよ、今回。はい。どうでしょうか、この美学。そしてね、こちらも、子守歌を歌ったー！はい！はい！はい！素晴らしい。素晴らしいね。マジで素晴らしいよ、ちょっとこれ。え、まさかここまで行くか。さあ、ここからね、まず、つばぜりここで仕掛けます。このパターン、このチームの必勝法を紹介しますと、まず2ターン目につばぜりします。で、うまいことをやってれば2ターン目っていうのは黄色になります、基本的に。基本的にまず黄色のつばぜりになるわけじゃないですか、2ターン目は。うまくいけばね。まあ、緑の時もあるけど。黄色だったら、大体勝てるんですよ。黄色マックスだとか、緑には負けないです。はい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 。これで勇気負けないわけじゃないですか。ここで勇気負けはなくなります。まずね。はい。ここで子守歌、子守歌を歌ったー、はい、はぁやっちゃったこれは凄まじいことになってるぞそう、このね、子守歌とゆりかごの歌をあえて選択してるんですけど。やるー、さらに、よっとヒート下げる、ここはヒート下げる放射。ただ、状態上技にするより、勇気を貯めたいって言うんやったら攻撃技の方がいいんですよ。ただもうここからは遅延ですよ。もう1ダメージも、ここからは相手に1ダメージも与えずに勝とうと思います。わかりますよね。もうこのゲームは勇気を貯めたらね、どんなに攻撃を与えなくても勝ちます。キンマちゃん、いっけー、困るぞ。はい聞く聞く、やっぱりやっぱ一体効くの分かってるからね。デスストーカーはほぼ効くからな、あいつ。さあ、遅延遅延。ここからもうね、遅延ですよ。こういうことですよね。レベル低いチームがね、レベルの格上に勝つっていうのはやっぱ状態上屈す。まあ、大会でもまあ見られた光景といえば見られた光景なんだけど、まあ、なんかここで食らうのは仕方ない。ここ食らう分は仕方ないよ。まあ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 と。はい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 。なるほど。所詮そんなもんよ。所詮そんなもんですよ。はい。で、ここで4ターン目に光の玉を使います。もうゲームですよ、ちなみにこれ。対人戦においては勇気を貯めた方が勝ちですかね。大魔王戦とかやったら削らないとダメだから、ちょっと話が変わってきますけど。はい。このゲームはもうね、勇気さえ貯めれば勝ちなんで、もうこのターンに、
2200、はいはい、さらにこれ、ベホイミですよ。ゴリ押し、ゴリ押し。もう敵にね、ダメージを与えずに勝つ。わかります？この理論。この理論が凄まじくって。羽ばたきバカ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 キーマちゃんたちがね、キーマちゃん煉獄長っていうのは、もう片方の青技は、大して強くないっす。まあ、煉獄長のヒートサイクロンは、まあ、うまいこといきばって話してるけど、もうドラキーマに関してはもうね、何やってんのかわかんない。お前も何やってるかわかんない。さあ、煉獄長が、ヒートサイクロン、いや、お前ら技を見せなくていいよ。勝ってんだから。やめとけ、やめとけ。ろくなダメージまた入れあげやんだよね、ほら。まあ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 、向こうが通行的にしようないしようが、ここで、うん、いいよ別に。いいよいいよ。行きます勝ちから。はい、勝ち状態異常と回復で粘りすぎて、相手にダメージを与えずして勝つ。この美学どうですか？いい美学だなぁ。では、次にね、ゆりかごの歌、子守歌についてちょっと軽く解説していきたいと思います。他にも眠らせる技あるじゃんって話ですよね。ラリホー、甘い木。ね。そのあたりあるじゃないですか。なんでゆりかごの歌、子守歌にしているか。これには一つね、大きな利点がありまして、このゆりかごの歌、子守歌っていうのは、聞きやすい相手の、何ていうかな、もともとラリホーや、うんラリホーや、甘い木、子守歌、ゆりかごの歌っていうのは、実は、みんな一緒に見えて、違うんですよね。体勢面が違う。甘い木が聞きやすいモンスターもいれば、ラリホーが聞きやすいモンスターもいて、ラリホーが聞かねえなって思ったけど、ラリホーマー聞くみたいな、そういう奴らって結構いるんですよ。で、その中でこの子守歌、ゆりかごの歌っていうのは、聞くグループ、聞きやすいとか、まあ聞きやすいはないんだけど、あんまり。聞きやすい、まあ聞く可能性が高いグループが多いんですよ。例えばですね、難しいこと言うんだけど、これもうどんどん難しいね。テロップ入れながら解説してるとは思いますけど、主人公、男性、女性、あるじゃないですか。あいつだって実はね、雷鳳とか甘い木に強かったりするんですよね。あん、あん、はい。雷鳳や甘い木などに、男性、女性、主人公性、全然証明できてないぞ、お前ら強い、そのね、体勢があるんですよ、雷鳳、甘い木に。その中で主人公を止めるに関しては、主人公を止めたいよってなると、実はですね、このゆりかご子守歌のが一番効果的なんですよ。うわ、緑なんだけどこっち、やっべ。いや、いけるから。いけるいける、大丈夫大丈夫。効果が勝っちゃうよ。ここで勝っちゃう、同じことよ。主人公に刺さりや、まあ刺さりやすいだけであって、刺さるわけじゃないんですけどね。勝った勝った、危ねえ。で、子守歌、ゆりかごの歌が主人公に通りやすいっていうのは、あくまでちょっと違ってくるんですけど、例えばじゃあ、例を簡単に挙げますと、ゆりかごの歌、子守歌が聞きやすい相手って誰ってなるんですけど、実は聞きやすい相手いません。あ、いるんだけど一応。一応いるんだけど、主人公で、聞きやすい相手はほぼ限られてます。基本的には、相手の無体勢、体勢を持っていない相手の体勢から、体勢を持ってない状態からぶち込むことになりますんで、基本的には。大丈夫？大丈夫大丈夫、いけるいける、こっからよ。こっから遅延よ。はい。なんで、未体勢の上からぶち込んでるだけなんで、実際問題。聞きやすいってわけじゃないんですよね。さっきみたいにね、ゆりかごへ込めたら僕は外れてますけど、聞きやすいわけじゃないからです、それは。あくまで未体勢の上からぶち込んでるだけなんで、ねえ、これちょっと待って。まだ解説終わってないからやめて。ねえねえ、ちょっと待って。あれ？未体制のキャラぶち込んでるだけだからさ、聞きやすいわけじゃないんだよね。でもお前ら一回も聞かないのはやってると。あれ？危ねえ！大丈夫、こっからね、こっからドラゴン寝させればいい。同じことよ。はい、ゆりかごの歌お前ら？お前ら？おかしいな。あれおかしいな。未体制、バトルマスターはね、ゆりかごの歌未体制なんだけどな。おかしいな。なんで、ラリホーとか子守歌よりは、こっちの方が、主人公を止めるっていう意味では安定感がある。ある。男性女性ともゆりかごの歌。ゆりかごの歌聞きやすい主人公は、ただ職によって違うんですよね、実は。子守歌、ゆりかごの歌っていうのは、職によって聞きやすさが違って、
例えばこのバトルマスターや戦士勇者に関してはゆりかごこもる歌は比較的通ります。逆に魔法使い僧侶賢者に対してはこもり歌ゆりかごの歌は耐性持ちなんでほぼ通らないです。の割にはさっきからねなんか全然止まんないんですけどね向こうが大丈夫500時代生きていける、生きていける、おいおいおい、そう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 、お前そんなね現実はそんなに甘くないんやね、わかる。こっからこもり歌いきます。はいこもり歌で、はい主人公止まったー主人公止まったらもう勝ちだろこんなもん。そう主人公を止めるっていうのが主人公パーティーではめちゃくちゃ強いからね、それが止めれるのはマジででかいよ。うんはいはいはい、ここで煉獄城がゆりかご、はいはい、オッケーさあ、ただ問題はちょっとね、あれなんか、待って待って、なんで向こうの雪そんな溜まってんだ、おかしいな。いやー、諦めなくても勝てると思いますよー勝てる勝てる、大丈夫大丈夫。大丈夫、勝てる勝てる。ここへ天使。大丈夫、諦めなくてもこれ勝てるでしょ。急にね、解説中はね、ドラキーマたち黙ってましたけど、ここから覚醒。お、いいね、しかもベホイミー。いいね、いいね。状態じゃ戦場の花よ。あとはまあ攻撃技2体で普通にいけるからね。いいよ、ヒートサイクロンで勇気回収しよう。ちゃんと。ちゃんと勇気回収しろ。2体以上当ててくれ。はい、せーの。オッケー。ん？あ、起きてんのか。起きてる。まあ、天使の歌あるからね。死にはしねん、しえんよ。しえん、しえんって言っちゃった。まあ、死にはしないでしょ。天使の歌あるんだから。はい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 。まあ、仕方ない。まあ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 、なんか向こうの息溜まったんだけど。翼で勝ったのに向こうの息溜まったんだけど。まあ大丈夫大丈夫。羽ばたきで弱点取って。はい、オッケー。なんでこんだけやったのに向こうと勇気の量が一緒なん。いか、これはいかがなものかと思いますが。大丈夫、天使の歌ここで登場面積翼で。おい、もう分かってるよね。でも、だから、逆に CPU の補正持ってたら実験これ CPU に使えねえ、やっぱ。逆に CPU の有機補正の上からでもこんだけ戦えるっていうね、これを証明できてるんじゃないですか。ね、というんだからさ、よほどのことなきゃたまらないはずなんですけどね、やっぱ CPU の有機補正の問題か。いくぜー、これ勝ったら終わりよ。なんだとお前それはずるいじゃん。ねえ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 、それずるくない？お前それずるいと思うよ。あんかさ、初めのうち全然効かないでさ、で、なんか有機補正加速させてさ、お前それずるいと思うよ。CPU には全然使え、ちょっと待って、俺分かった、俺分かっちまったわ。このチームね、戦えんだけどね、CPU 戦じゃ向かねえわ。よろしいならばね、この対戦バトルロールで証明してくれよ。どんな相手でも勝てんだよな。よろしくお願いします。さあ、理想論成立なるか。で、理想論成立させるためにちょっとね、僕なりのちょっと特殊なルールは設けましたね。それはチクチ解説していきたいと思います。はい。ね、これ理想論、さっきの話した通りの理想論に行くかどうかも試したいんで、ちょっとそれをね、証明するためにもちょっとね、特殊なルールを設けてみます。はい。では、再戦開始です。大丈夫かこれ、やっていけるかお前ら。さあ、まずここから、マトルマスター大体先制されちゃうぞ。シーン入るだけナイスガード、ここナイスガードしていく。さらに、でも2回攻撃来るよ、ここ。さあ、問題はですね、このチームね、ちょっと、実は相性悪いんですよ。何が問題かって言いますと、この魔王の使い、キラーリカンと共にめちゃくちゃ強いモンスターなんですけど、実はですね、子守歌の眠り歌、眠り歌ってなんだ、ゆりかごの歌、子守歌あるじゃないですか。耐性持ちです。はい。魔王の使い、キラーリカンと共、ゆりかごの歌に耐性持ちなんですよ。すごい都合悪くないですか、これって。バトルマスターだけ聞くっていうことになるんですよ。じゃあ、ゆりかごの子守唄聞きやすいモンスターって誰だよって話なんですけど、でかい連中。でかくて強い連中。簡単に言えば。そいつらには聞くんだけど、こいつらでかい、おはははひでえよ。ひでえよ。これひどくないですか、ちょっといくらなんでも。
だって体勢の、だって、まあ、強いの体勢持ちの上からぶち込まないといけないんだよ、ゆりかごの歌を。大丈夫？出せる？てか、向こうの勇気すげえな。え、向こうの勇気すげえな。本来ならね、ここは翼でめっちゃするとこなんですけど、まあ、ここはね、特別措置として、一品に勝たせます。はい。まあ、この状態で行きましょう。ここから向こうが勇気貯める可能性もあるんですけど、こいつら強すぎて。まあね、耐えきれば勝ちっていうのを証明してほしいんで、はい。ここはちょっとね、八百長で、八百長つばぜりでいきます。さあ、エレメントソード。で、なんで 2P 側が仕掛けてんだ？ちょっと待って。大丈夫？はい。まあ、体勢持ちだからしゃあないんやけどさ。ね、一戦目だけじゃん、ちゃんとしてた。一戦目だけじゃん、ちゃんと聞いてたの。ちょっと待って、一戦目だけちゃんと聞いてただけで。ひどいぞ、これちょっと。やっていける君たち、ちょっとこれ。いや、ここで一体止めて、強いの体勢の上から眠らせろ。おい、八百長つばぜりしてさ、まだ SP も使ってないのに負けんのやめてよ。頼むぞ。SP 使う予定だぞ、一応。一応 SP 使う予定だぞ。八百長だから SP 使わせるつもり。おお、聞いた！やっぱバトマスが聞いた！そうなんだよ。バトマスが効くからな、一応。バトマス止めるだけでもでかいじゃない？さ、ここでさらに二重層？なったー！来たか？これだいぶアドよ。魔王の使いだけが動ける状態っていうのはアドよ、かなり。で、ダメージを与えないっていう関係上、起こすこともほぼゼロなんですよね。さあ、ここの魔王使いのムーブ大事ですね。メツ四刀流。あ、これ2回攻撃来てんな。これ2回攻撃やっぱ強いな、こうしてみると。こいつらおかしいな。あ、来た。いいね。逃げ決めガードはでかい。ただし、まだこのターンに勇気は貯めれないよね。光の弾無理だな。うん、無理。無理だわ。さあ、ここでベホーミア回帰できるのでかくない？さあ、1ダメージ、ほとんどね、ダメージ与えずに勝つことができるか。怪しいところになってきましたが、まだ光の弾無理だな。うん。さあ、勝負の分かれ目2ターン、2ターン続いてますけど。勝負の分かれ目2ターン続いておりますが。さあ、ここで動かれる、気候弾、大丈夫か？耐えきれるか、お前ら。下克上できるか？賢者60、下克上できるか？本当に。はい。うえ、きつい。あー、待って、きつい。いや、きつすぎ、きつすぎ。あー、待って。待って、一戦目しかちゃんと戦えてない。勝たせて。もうダメですな。ダメだよ、こいつら。こいつらダメだよ。